ーク在住芸人猫ひろしのキバランラジオ。さあ始まりましたよ。冬も真っ只中ですね。にぎにぎしくやりましょうよ。にぎにぎしく。にぎりまくれ。いやーねー、大変なんですよ僕は本当に今。どうしたんですか。やっぱ睡眠障害ですね。もう今鼻がもう僕呼吸が本当にできなくなって。大丈夫。殺人いびきの。もううちの奥さんに迷惑をかけてまして。いよいよいびき防止をするCPAPをつけました。CPAP？そうです。酸素をこう鼻に吸入していくやつ。はいはいはい。入っていいの？え？これ入っていいの？おお。なんでこれ前。どこのおじさんかと思いましたよ。企業さんが紹介しなさい。紹介いたします。今日ゲストで来ていただきます。足役からお届けの農協の農協組合の方ですよね。青年部の青年部です。よろしくお願いします。シャバゾウさん。どうもどうも。シャバゾウさん。やりづらいラジオでしょこれ。やりづらい。すごいねこの二人。このメンツ昨日ねちょうど俺、うん、夜あのネズさんとねネズっちさんと酒飲んでて、はい、明日ねラジオあるラジオがあるんですよ。呼ばれたんですよ。誰？って言ったら、うん、チェリー吉武と吉江のやつさん。なんだそのメンツ。いやトークの名人トークの名人。かき回しますよラジオ。怖い。今ラジオブームですから。一番ダメな二人だ、ね。トーク任せる。あどうも吉江恒夫47歳です。よろしくお願いします。トークの鬼ですから僕ら。吉江さんトークのさせたらダメでしょ。だって、うん、いや僕だ前回の放送終わってから、うんうん、吉江さんが一向にトークしないから猫さんに怒られてる。いやねお前いつ配信をラジオだよ。ラジオだろ。ラジオだろ。だって原爆面白くって笑っちゃうんですよ。いや笑っちゃうんすよじゃないだ楽しみリラックス。え明るいおじさんで入ってこいよって怒られたよ。もうねダメですけどドキドキしちゃったよ。俺毎週ですかこれは、ま、毎週鍛えられますよ毎週。すごいね。ちなみにじゃあはいねお客さんファンの方でしょ外に。そうですそんな寒いのにそう吉江恒夫マニアもいますよ。絶対ねおっさんが言ってるよ。言うなよ。何顔見ながら見てちょっと大丈夫かなみたいな一人もないですか。一人も女性の方とかいないでしょ。ああ言っちゃったそういうこと言っちゃダメです。おじさんこれから来るかもしれないよ。いるじゃないですか女性の方。違うじゃないスタッフだろ。たまにね来るんですよ女性も。いないよね。ジム帰りあそこティップネスとかティップネスが来る二人とか。たまたま。そっちのおばさん来るんですよ。たまたま。ねたまたま。たまたま来ますよたまたま。たまたま来ますか。文句に聞きに来たんですかこの。文句に来たらやめてください。当たり前だよ。いや当たり前だよ。そういやいやいや今日お助けゲストですか。お助けもう助けくださいお願いします。助けますよ。猫ひろしのキバランラジオ改めチェリー吉武の底抜き一抜けチェリーラジオからあれボンボンボンソみたいな名前だタイトル変わったんやタイトル変わったんやタイトルがねなかなかね今日ちょっと待ってリニューアルで新しくね新しく新鮮にいきましょう。猫ひろしさんがね今日もいないんでね。お、ね、早速もう来たんすか。猫ひろし中継来ております。ドキドキしちゃうなこれ。 ありがとうございます。あどうもどうも。中継カンボジアの猫ひろしさんなんで噛んでんだよ。裏返ってんだよ。ラジオの鉄人猫ひろしです。よろしくお願いします。キヌガサといえばね、ラジオのキヌガサですか。あサチヨラジオはぁじゃないかはい。キヌガサ死んでるよ。あ、猫さんそちらカンボジアは今夜の7時ぐらいですか。夜7時ですね。7時ですよ。そんな変わんないんだ。マイナスですから実は2時間ですか。先週ほら僕の部屋が電波悪かったじゃないですか。ああ悪かった。ですから今日あの下のレストランで今これ生中継やってるんですけど。聞きやすい。前回の聞きやすいですよ。隣の席でカップルがあのワインを乾杯してますね。なんだ誕生日ですかね。いやいやいや、すごい雰囲気なところで。ああそうか。猫さんじゃあもうだいぶ仕上がってきたんですか。いよいよ仕上がってる仕上がってる。おおですね。あそうレース本当もうレース近いですからね。いつから移動でしたっけ。ね12月2日。ただね試合が6日で2日なんだけど、ねでフィリピンからカンボジアってだいたい2時間半で行けるんだけど、へー近い。あのただですねあの移動の飛行機がなんとびっくり深夜なんです。おお。だからあのこんなびっくりしなかった。スタート時間が朝6時なんです。うわ早いですね。早いや。だからもう
体調も何もないんですよ。あ、そっか、寝れないの。寝れないですよね。コンディション大変だよ。どうにかしてください、それを。いやいや、ちょっとでも辞退しましょう、猫さん。ダメだよ。いやいや、ダメだよ。ここまでやってきてる。クラウドファンディングもやって、お金もまで集めたんだから。クラウドファンディングの人が裏切る形になります。クラウドファンディングでちゃんとお金集めたんだ。総公開で、総公開やってもらったじゃないですか。総公開やりましたね。そう、裏切るわけいかないですよ。逃げたらちょっと大変なことになっちゃうんで。あれでもちょっと鼻声ですけど大丈夫ですか。あ、そう、なんか声がね、声が、あのまんまとクーラーで風邪ひいてしまいました。バカ野郎だ。暑いんですね、そっちは。暑い。そうね、あのほら、え、外は暑いんだけど中がもうものすごいクーラー効いてるんで。あ、温度差だこれ。あれもうバカ寒くするんですよ、クーラーで。東南アジア。あ、そうなんだ。だからね、それでね、風邪ひいちゃうんだよね。体調管理大変だこれ。クーラーは寒くする。吉井さんがまともなこと言ってる。あ、ね、まともね。昨日もちょっと猫さんリラックスしようと思ったんで、ちゃんと優しく写真送ったんで、俺の写真をリラックスしてほしくって、うん、俺の自撮りの写真を。深夜2時にあの自分の、はい、あの、はい、上半身裸の満天の笑みの写真を送ってくるのやめてください。やっぱレース前リラックスしたよ。嫌がらせですか。リラックスしてんだよ俺は。普通に怒りました。真面目に言ったのないかって言ってさ、すみました。お詫びします。なんかカンボジアでも東南アジア大会の総合会やったんですね。はい、ああ、そうそうだ。そうなんですよ。あのなんと、あのね、日本ではあの桜の会がね、はいはいはい、話題になってますけど。ああ、カンボジアではあのそのフン・セン首相が自ら来て、首相が選手の前で話してくれるんですよ。なんて言ってたんですか。よくわかんなかった。そうだろうね。ちょっとは理解してください。勉強してるんだけど、やっぱり早くやれるとわかんないから。ね、途中でちょっとこうでも睡魔と戦いながらね、まあ校長先生の話はそう。でバーって横見たらですね、他の選手めちゃくちゃ寝てましたね。関係ない。寝てるわけじゃないんだと。関係ないです。眠たい話だ。眠たい。まあね、朝礼の。いや本当にね。猫さんも最近ツイッターがすごくつぶれてる回数が多くて、もう暇ですから、ね、多分暇で寂しいんだと思いますよ。寂しいでしょ、実際。寂しいそういう感覚だなと思ってたんですよ。どんな、あ、確かにいっぱい上がって、ちゃんとチェックしてから。そう、だからさ、なんか紛らわしてることないですか。はい、練習以外何やってるんですか。あー、それリラックスだね。なんか無駄に買い物行ったりしてます。日本じゃ絶対行かないデパート行ったりとか。へぇそうああ、そうなんですね。あ、オリンピックデパート。あ、そうなんだ。オリンピックデパート、そう、あって、新しくできたの。はい、はいはいはい。で、そこね、すごいんですよ。うん、1階から5階までのエレベ、デパートなんだけど、うん、1階から5階に直で行けるエレベーターがあるんですよ。そうですよ、エスカレーターみんなボカンってしちゃったよ。俺も別に普通に負けたね。そう、もうエレベーター普通だ。普通だ。やめてくださいよ。エスカレーターだよ、台無しだよ。台無しですよ。もうちょっとね、もうちょっと、すみません、山本さん、こんな感じなんですよ。今日の夜も吉江常山の写真いきますから。寂しいでしょ。寂しいね。猫さん、じゃあまた、じゃあ次は来週ですね。来週。そうですね。ただね、ちょっと今ね、怪我もしてるんで。え、何してるんですか。え、大丈夫ですか。そう。どこで。日本出る時からちょっとね、怪我が、あったんですけど、はい、こっちだとあんまり治療ができないから、うん、うまくこう、ちょっとリハビリをしながら。ああ、すごい。気をつけて、体をよく。いや、でも。ね、資本ですよ。間に合うんすか。でね、いや、頑張れば絶対間に合わせないといけないから。わかりました。で、それでね、こう、で、自分も一人じゃないですか。うん、でそこで孤独で、ね、戦ってる時に時に吉井常世の写真とか送られてくるとすげえ腹が立つ。猫さん、猫さん、はい、じゃあ吉井さんが最後に頑張って。猫さん、俺は大好きなんですよ。猫さん、気合で、うん、頑張ってくださいよ。はい、あんね、寂しかったら俺写真まだストックが100枚以上ありますから、猫さんに見てほしいの。あ、はいはい。一応そういう感じで吉江さんからの、はい、頑張ってください。エールでした。はい、無理しないで。キャイラーをいい。吉江さん、それ昨日テレビでも見ましたよ、YouTube でニュース番組でやってたやつ。あ、サンデーライブ出ました。テレビ朝日のね、朝日の番組使い回しだ
しで盛り上げるのやめてください。台無しで盛り上げるの。ということで、はい。これからインスタライブで見ますから。はい、ありがとうございます。キャバゾーさん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。頑張ってください。以上、猫ひろしでした。ありがとうございます。いや、頑張ってください。頑張ってください。頑張ってください。だいぶ寂しいんでしょうね。一人っきりね。一人っきりで日本語喋るのも久しぶりじゃないですか。走っててもね。はい。一人っきりですよ。そうですよ。だいぶ今日走ってましたね。喋りもね。お。いや、おじゃない。じゃないよ。返すことがないからおってやめてくださいよ。なんか先輩だと。返す言葉もありますね。さあということで今日はゲストにね。ほら。芸人のシャバゾーさん迎えてお送りしますから。よろしくお願いします。それでは気張らん何をするか。モッチさん今日も行ってみましょうか。ボンボンボンお願いします。もうチェリーさんがね言ったんですけれども、今日の気張らんはゲストに芸人のシャバゾーさんをお迎えしてお送りいたします。で、メールテーマいきますよ。はい。元プロ野球選手の新今ちょっとね入りそうでしたね。鉛が入りそうでした。新蔵っていう。シャバゾーさんに引っ張られちゃった。元プロ野球選手の新庄剛志さんが13年ぶりに日本プロ野球界への現役復帰を目指すことをインスタグラムで宣言しました。みんな夢はあるかいと新庄劇場の幕開けを告げる問いかけからスタートする一本の動画を投稿した新庄さん。1% の可能性があれば必ずできる。今日からトレーニングを始めてもう一回プロ野球選手になろうと思いますと、はい、まさかの現役復帰を宣言し、みんなも何か挑戦しようぜとファンに熱いメッセージを届けました。それでは今晩のメールテーマです、はい、あなたは今何かに挑戦していますか、はい、あなたは今何かに挑戦していますか、よろしくお願いします。してますか、挑戦。私はもう本当に今 CPAP と挑戦してますんで。 CPAP でもすごいいいらしいね。いや、そのトーンってなんか悪い感じくるかなと思って。すごい、いや聞くよ、よく。俺ね、昨日つけたばっかりなんですよ。だから根津さんがずっとやってんじゃん。あ、マジで。そう、どういんだ。いや、昨日であそこの荻窪、いや、池袋の病院なんですけど、いや、それは CPAP ってでも保険降りないため数値が上がらないと。だからあれでしょ、ちゃんと認められなきゃな。そうそうそう、この人ダメだって。10、なんですか、10秒以内無呼吸が20回以上とか続いたら、あ、10回以上か続いたら数値が出て、あ、保険が降りる CPAP って。だ、もう続いたんだ、ずっと無呼吸続きました。最高俺1分57秒でしたね。死んでんじゃん。死んでますよ。あぶねえ。サウンズの蚊から蘇ってきた。呼んでた、誰か。おおそう、蘇ってだから、それが、ね、それで保険が降りて、やっとじゃあチェリーさんやっと、あの CPAP 認められました。晴れて晴れて晴れて CPAP プロの1ヶ月4000円ですよ。CPAP でももう全然違うって言ったよ、睡眠が。でも、うん、まだ俺昨日つけたばっかりなんですけど、起きたら頭痛くて。なんで、多分姿勢なんすかね。あとずっと寝れる、あれつけたまんま最初寝れなかった。みんな言う、すっげえ寝きれないんですよ。全然わかんないんだ、シーパップって。こういう、酸素ザクみたいなやつだね。そうそうそう。あー、このこのガンダムに出てくるザクみたいな、はい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 、ここにつけて、もうあれ、外から見たらすっかねえよ。すげえ。あ、それつけてんだ。空気がね、ぶわーって入ってくる鼻に。はあ、すっごい10秒にみたいなあれだよね、だって。そうそうそう。昔はあれ行ったんだよ、これみんなでなんかどっか遠くで温泉で仕事があった時に、うん、金清さんがいたの。ああ、はいはい、あの人がつけてて、うん、あの人がそれつけてこう寝てて。めちゃくちゃ怖いよ、ね、確かに怖いっすよ、知らない人が見たらね。あれ怖いっす、うん、はあ、10秒吉井さんもつけた方がいいですよ。マジか。普段からずっとずっと、いや、画面室で吸い込み。吉井さんはお笑い CPAP つけた。お笑い CPAP、 CPAP のロールパスだ。ダメだ、これもダメ。もうずっと止まってるやん、ずっと無呼吸状態。お笑い呼吸状態、お笑い無呼吸状態になってんじゃないですか。保険聞く、保険聞かない、聞かない、聞かない、ダメかな、おい、全然聞かないじゃん、保険聞かせてくれ。だからもうずっと僕それにチャレンジっすよ。チャレンジか、マジずっときついん、結構。あ、そうそう、これ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 ね、これ。きついんすよ。見ていいですか、すみません、俺わかんない。これきついぞ、これ。本当にこれで、で、まあ昨日の段階で言うと、うちの奥さんはぐっすりできたって言ったから、本当は奥さんがぐっすりできなくなっちゃってんですよ、うん、隣でうるさすぎて。だから昨日は大丈夫って言ったから、多分いびきもそんな書いてない、はあ、まあこれしたら書かないんだよね。なんか睡眠が違うって言うもんね。だから酸素がこう回るんですよ、うん、あ、もう血圧高くなっちゃって、高血圧で、やばいね。俺も
え、まじ大丈夫ですか。挑戦だよ俺も。いろいろ聞きたいことは、病気ひどいですもんね。健康診断ですよね。糖尿病。糖尿って持ってんですか。糖尿って言われて、そこから20キロ痩せたの。痩せました。そう、それで、そして今ゆるいリバウンドに挑戦してんの。大丈夫ですかそれ。なんそれ合併症っていうリバウンドじゃん。10キロぐらい戻ってきてみんなに言われるんだよ、太ったか、また太ったって。そうですよね、一時期すげえ痩せましたもん。あ、確かに。もう医者に、じゃあ痩せなきゃダメだって言われて、月に何キロ痩せなさいって。でも全部缶コーヒーとかもさ、微糖もダメとか、もう全部。今でも甘いの取ってないですもん。ただラーメン食っちゃってんだよな。それですよ。あ、ラーメンですか。行きますよ、またラーメン。一回行ったでさ、最悪だ。何年前あれ。もう結構前だよね。5年ぐらい前、5年ぐらい前。行きつけのラーメン屋さん行ったら、2人してマジ。最悪だったよね。高円寺のたまたまね、高円寺で、まずチェリーに俺が会ったのかな。2人で話してたら、向こうから吉江さんが来てね。あー、ラーメン、うまいとこあるんで、行きましょう。ラーメンうまいとこある。3人で行ったら、くそまじっす。普通、ラーメンで言ったら、勧めてたの醤油とか味噌じゃないですか。白いラーメン、豆乳ラーメンで。そのまずい店の中でも一番変わり種食って。ひどいよ。うまいうまいっすよね。ひどいよ、あれは。最悪。あの味は忘れない。いい。やべえ、最悪でしたね。なんでその時、ラジークイーンがまだ解散してそんな経ってない頃だね。それでその時にちょっとチェリーと二人で、チェリーマジで怒ってたもんね。あんたね、こういうとこですよ。すげえ腹立つ。よく喧嘩をしてましたからね。してた、もうあれ喧嘩するほどね。いい思い出だね。いやいや、あれもひどかった。ひどかった、ほんとまずかった。で、今日ほんとまずかったで、まあ今日シャバドさんいらっしゃるっつんで、懐かしいなって言ったら、そらなくなってました。そらそうだ。でもあそこ結構長かったんですけどね。長かった、いい平井氏ね。名前言うな。おい、ああ、言っちゃった。おい、おい、今濁らして濁らして。 HC ね。まあいい人っすよ。じゃあ兄貴は病気との挑戦ですか。病気との挑戦ですか。そうだね。ちょっともう暗い話題っすよ、そんな病気との挑戦。お前が CPAP の話だぞ。どうだ、病気は。暗いな。吉井さんあります。まあ俺も病気だから、もう最近痛風が発覚したんですけど。ああ、もうこれも吉井さん、今日もなんか俺駅でたまたま見つけて、場所わかんないのか、吉井さんあの派手だからすぐ分かるじゃん。分かります。で、ちょっとつけたんで後ろから、ついてけいいやと思って。ずっと電話してっから、挨拶もできない。気づいてない、吉井さん。気づいてない。で、ずっと後ろにいて、ぴったりいて、ずっと下ネタがどうだこうだって話してる電話でさ。いや、営業あるんですけど、持ち時間30分あるんですけど、下できないかもしれない。俺、下でないと2分で終わっちゃうんだよ。大変なんだ、28分。下やんなくて2分しかできない。そう、下なしだったら2分。下ありだったら3分、30分、40分できます。あと1時間も OK。でも、吉井さんね、最近、新しい事務所入ったんですよ。リアプロって、リアプロモーション。モノマネの事務所。モノマネの。はい。だから営業とかも増えたんじゃないですか。まあ営業とかも、あとは、まあテレビのオーディションとかもお世話になりまして、はい、まあ、あの営業もそうですね、まあ、ちょこちょこと営業行ってるって吉井さんが考えられないんですけど、まさか結構ちょこちょこ行ってる。どんな営業行ってるんですか。まずあのまあ、あ普通だけど、あのまあ忘年、今回忘年会もそうだし、あとなんだい、企業の運動会じゃなくて、そんな企業はダメでしょ。うんちゃ出てくるでしょ。うんちゃやったよ。うんちゃやったよ。じゃあだ下ないとうんちゃから当然新井ちゃんが登場するね。まずでもアニマルさんのアニマルさんで、じゃアニマルさん持ってくと、まあ顔ね、なんか似てると言われてるんで喜んでくれるんですけど、それまでのアニマルさん30秒で終わっちゃうんですよ。気合いでだから、それつなぎをね、そのモノマネの人たちが集まってるプロダクションがあって、そこの主催のライブがあるんですけど、そこの主催のライブ生バンドとか全部モノマネさん何人ぐらい出るんだっけ。あ、まあ5、6人出て1時間半ぐらいの。まあやってすごい、1時間半ぐらい。そこの料金いくらだと思います。え、入場料。入場料。え、ライブ普通だ、相場で言ったらお笑いだ、まあ1500円とか。そうそう、事務所ライブだよ。高くてもだよ。高くても2000円は。ああ、そんぐらい。ちょっとね、ちょっといいランキング。モノマネの人ってちょっと高いです。そう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 。2000ぐらいか。6000円です。バカ野郎。誰が行くんだよ。ちゃんとバンドをついて豪華けない。誰が行くんだよ。6000円です。生バンドついてね。びっくりしました。俺も歌うんですよ。ディナーショーでもなんでもないですよ。料理もついてるわけじゃないですよ。ただ出てくるんでしょ。うんちゃとかで気合いだとか。うんちゃは温めた。次回にあまりにもネタないから、最後武田鉄矢やってたでしょ。見たことない。しゃばれたら疲れちゃって。見たことないよ。そんなでしょ。そんなバカチンがこれ。ほら、はい、なんだっけ、だから違う、足、そのね、今日つけたときに、ちょっと足引きずってたんだよ。引きずってます。なんかそう、あで、
痛風かなと思いながら後ろでずっとつけてたって話したさ、うん、そしたら痛風だって言ったから、やっぱそうなちょっとなんか足引きずってましたね。いや一回あの何週間前の気張らないです本当に本番終わったんですけど、はい、うん、本当激痛が走って、はい、まあ寝りゃ治るんかと思って酒飲んで寝たら、うん、もう全然ね寝れないんですよ。いやあの麻酔飲む麻酔と思ってるから、はい、酒ってしたらもうどんどん足首腫れちゃって、して病院行ったら痛風ですよ。いや怖い怖い。で今痛風で糖尿はないですよね。糖尿はセーフです。痛風でしたよね。痛風はない出てない。だから数値は高いって言われたけどね。危ないですよ。でも糖尿と痛風、糖尿、あ、糖尿、それ糖尿、糖尿と痛風でもブラザーズです。両方来たりするんだ。そうだ、糖尿、両方ありますよ、それ。糖尿、糖尿、痛風なり、うん、糖尿、痛風、C-POP ね、無呼吸、無呼吸なんなんだよ、これ健康なんだよ。健康ラジオじゃない、これ健康ラジオじゃない。やばい、すいません。もちさん、なんかあります？あ、もちさん健康ですよ、私は。なんか病気はない？ないです。あ、ないあったらもよかったです。もう一切ないです、すいません。僕に対する恋の病。あ、そうですね、はい、はい、冷たい。お願いします。はい、はい、いいですか、インフォメーション。お願いします、はい。今晩もメールテーマ以外にも、ゲストのシャバゾウさんや MC たちへのメッセージお待ちしています、うん、メールアドレスは半角文字で info@885fm.jp info@885fm.jp まで、タイトルにキバランと添えて送ってください。この番組はビューティースマイルの協賛でお送りしています。そしてこの後1曲お送りしますが、 YouTube ライブでは曲が流れませんので、はい、サイマルラジオやリスンラジオでも合わせてお楽しみください。なお前にお越しになりました清水清隆選手からモブスタイル東京の T シャツを1名様に、そして清水選手のサイン付きステッカーを2名様にプレゼントいたします。ご希望の方はメールでタイトルにプレゼント希望と書きまして、本文に住所、氏名、電話番号、メールアドレスをご明記の上、 info@885fm.jp までご応募ください。なお当選は発送をもって返させていただきます。お願いします。よろしくし、あとはあのねサイン付き帽子MC たちのさすな紹介だ、サイン付き帽子もさすな紹介だと、ね、あります、ね、ぜひこれシャバゾウさんのサインも、あ、シャバゾウさんサインみんないっぱい、いやいやそうなっちゃういっぱいサイン入れてもそんなにないですよ応募が。後楽園ホールの上でなんかさ、はい、たみたいな、はい、いきなりですが、はい、今からインスタライブ始めます。おお、なんすかインスタライブ、ね、インスタグラムのライブですよね。インスタグラムから配信するライブ、見たい方はキバラン公式インスタライブをぜひご覧ください。そこからコメントもねすることができるので、生で見えるんですね。生で見れますね、これ。ミクシー世代でわかんねえんだよ、はい、うん、それではここからですね、はい、あ、プロフィール、はい、あ、そうですね、何のプロフィールですか。そうですね、紹介しなさいよ、雑談です、プロフィール。じゃあ、芸人をやり続けてるシャバゾウさんからプロフィールあるそうなんで、うん、はい、うん、紹介してください。じゃあ私の華々しいプロフィール、華々しいですねプロフィール。じゃあ望月さんお願いします。はい、本日のゲストシャバゾウさんは、うん、埼玉県出身のピン芸人さん。ピン芸人そこ噛みますかね。ペイ芸人だよ。アダモちゃんやってた人だ。ペイ芸人ってなんだよ。すみません、今日ダメですね。大丈夫ですか。ペイ芸人さん、ピン芸人さんですね。ピン芸人さんでいらっしゃいます。ギャラがね、ギャラペイペイ。ギャラペイ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 。すみませんでした、本当に。はい。いいですよ。いいですよ、いいですよ。そして、SMA ニートプロジェクトに所属されています。ソニーね。ソニー、はい。ソニーミュージックアーティストってやつね。はい、22歳の時にお笑い芸人を目指すために上京して芸人活動を始めます。そして1997年にデビューされます。30歳の時にピン芸人になります。円熟した一人コントでエンタの神様、お笑いレッドカーペットなどに出演されました。エンタも出てるんですか。出てるんですよ。島っていう、キャッチネームですか、キャッチコピー、なんだっけな、サスライのとか、なんとか、そう、なんかこれ全部ウィキペディアのやつでしょ。これ見ればわかるんだ。キャッチコピーありましたわ。ルール無用の田舎もん。あ、それだ。おお。え、不景気なんて怖くない。それはレッドの方じゃないかな。ああ、すげえですね。青森の一郎。それはまた違う番組だ。すごいですね。出てます。不景気の申し事がやっぱりすごいな。ちょうどだから時代、その頃が不景気の時代だったんだから。あのアメリカの、あ、そうかな、そう、あ、それだよ、あれが下がって、なんだっけ、あればっかやってきた。
あれでね、あれの時、あれの頃はよく出れたんだ。あれの頃はブームだったからね、お笑いブームだったから。いや、不景気ブームでしょ、不景気ブームの不景気ブームに乗ったんでしょ、でもまあね。はい、そんな特技はオートレースの予想だというシャバゾウさんが本日のゲストです。そうなんですよ、お願いします。へー、そうか、オートレース。オートレースはめちゃくちゃ好きですもんね、好き好き。もともとだから、いとこが選手だった。そうそう、だから子供の時からこのみんなで見に行った。その影響で、あそこの埼玉だと、うん、群馬に伊勢崎を、あ、やっぱり言うと思ったんですか。だってね、そうそう、群馬ですよ、群馬さん、あの小堀さんっていうのは伊勢崎ですか。伊勢崎の小堀さん、そうだから伊勢崎を、小堀さん伊勢崎、そうですよ、チーム群馬さん、群馬、群馬。あ、そうなんだ。俺だから埼玉の三里だから、三里、マジか、美しい里の方の、あー、だからパーキングエリアかなんかありますよね、三里。あ、そう、花園とかだ、花園、より花園近く。へー、花園近くなんですか。近く、あっちのもう田舎の方、群馬の方。ああ、ご近所だから全然実際近いですよ。会ったことあるかもしれないね。会ったことないです。一席も出るんだ。まだ会ってないですね。だからオートレースめちゃくちゃ予想するの好きなんですよ。好きです、好きです。最近行ってない人だもん。一昨日ぐらいに行きましたね。行ってんすね。勝ったか。今単独ライブでいつも映像のネタでそのオートレースやってて、勝ったお金を10万円以上いったお客さんにキャッシュバックとかやってる。そんなことできるんですか。それをやってて、だから今それのいつも V 撮りに行くんですよ。はいはいはい、そうそう、でこの間行ったばっかり。そこでちゃんとかけて勝ったこともあるんですか。その大金、大金とか10万ぐらい。それは単独ライブ来てもらわないと分かりません、ね。ああ、そういうことか。そうですよ、これはなかなか。そう、まあ一つだけ言うのは、まだお客さんキャッシュバックしてもらったことはないですけど。うまいこれ。まだあるんですね。だからオートレース結構ありますよ。楽しみ方とかものもよく分かんないですけど、書いてあるんだけど、オートレースどうやって楽しむのとか。うん、そうね。そう。だってジェリーもあれじゃない、地元の方に知ってたもんな、オートレース話したら。ああ。飯塚でしょ。飯塚オート。あそこでもう一個から。山陽？佐賀だからあっちの方。もう一個九州の。だからあれだ、飯塚オートだよ。あ、そう、福岡の？そうそう。飯塚でしょ。飯塚だと浜松飯塚竹尾、竹尾、竹尾、それオートじゃねえだろ。それバイクじゃねえだろ。それあれボートじゃねえだろ。あれそうでしたっけ。ないよ竹尾、竹尾誰だよ竹尾。竹尾、竹尾、竹尾で竹尾で、あ、竹尾じゃないか、ごめんなさいごめんなさい。でもなんか昔チェリーとオートレースの話した記憶が。へえ、まあまあ飯塚知ってたよ。そう、飯塚、あれ森くんってオートレーサーですね。そうですよ、スマップの。そう、川口長田。川口長田。結構行ってんだよ、森君。どうです、当たりやすいですか。あ、そう、当たる。全然。まあそうですよね。結構負け多いですか、負け。あんまり食えない。当たってる感じ、俺あんま見たことないですよね。見せないからね。当たってないってことでしょ。当たってないってことでしょ。絶対に当たった時は見せない。本当当たったってところ。結構言えないぐらいの高額。せこいよね、そしたら。当たってるの見せないとせこいっすよ。絶対見せないよ。せこいよ。兄貴ほんとせこいよ、そこは。せこい。いや、結構先輩だからですね。すげえ、で、いい先輩であるし。せこさがあるからさ。誰がせこいんだよ。せこいでしょうよ。お前に営業のギャラ、半分もらったら俺。でしょ？ライブでギャラが出たんすよ。僕ら一緒にゲストで出た時に、僕ギャラが出たんすよ。さあ、兄貴いくらもらいましたって、出てないよって言われて。だいぶショック受けたんすよ。で、僕1万円出たから、兄貴ちょっと、半分よこせよ。半分よこせよ。ゆう先輩が半分よこせよ。で、チェリーいいやつだからさ、本当にその半分。5000円徴収してきましたよ、この人。違う、あの後すぐ、あの後またすぐほら、あれじゃん。あの、餃子屋で、餃子屋でもあの5000円すぐに回収されたろ、お前。餃子屋でって嘘、あれ回収した？すげえ高かったじゃねえか、あの店。お前がいいってやつだって。いや、ボンクのっけた新宿の餃子屋ね。そう、あの5000円結局チャラじゃねえか。小田さん、なんだよ。チャラじゃねえかって、ほんとせっこいよ、ほんとに。本当に先輩、まあそういう先輩、いや先輩いい、まあいい、仲二人仲いいね。先輩でもあるしね。喋りやすいしね、いいやね。あ、じゃあ今度はそのお返しに俺がまた美味しいラーメン屋紹介します。二度とやめてください。二度とやめてください。もうね、ラジクイーン招待しよう。ラジクイーンで。ラジクイーンの時一緒に営業行ったよね、なんか俺覚えてんだよ。だからそれは石井水の時でしょ。そう、だから俺が前の事務所の時ね。そう、前のほら、なんかスナックのママの何十周年、え、あたし誕生会みたいなの行ったじゃん。それがあれでしょ、板橋かとかしょ。よく場所は覚えてないけど。宮江さんの時でしょ。宮江さんっていなかった。誰宮江さんって。原さんじゃなくて。
じゃあ原さんだ、ごめんなさい、原さんだ、原さんだ、そうそう、あ、べっぴーさんだ、その時あのなまだ中地さんいて、そうそうそう、そうだよね、なんか若葉と元気さんとか言って、俺らそうそうそう言って覚えてるんだよ。岡井さんがあのゴロゴロしてて、渡辺直ね、渡辺直のネタでマッチをこう消す、マッチを口の中で何本も火つけて消すっていうのがあって、ね、それをあのキャリーケースに入れたままあったら、その振動で火がついちゃって、でキャリーケースから煙がもう、ねね、リアルカチカチ山でしたね。そうそうそう、こうやって持ってて後ろとか気づいてなくて、全然気づかない。岡井、岡井、マジ危ないよ、あれ今考えたら。あれ飛行機だったらアウトでしょ。アウト、アウト。いや、あれだって俺が煙に気づいたんだよ、あれ。おかゆに。煙、そうでした？そう。覚えてる、俺はっきり覚えてるもん。うわぁ、って。そうそうそう。あーって、懐かしい、もう10年ぐらい前かも。いや、そうだよ、もう10年ぐらい前ですよ。あー、うん、そうですね、だから。だってラジー級には解散して何年経つの？もう。僕が、そのぐらい、吉井さん解散しても10年ぐらい経ちますもんね。そう、もう10年。吉井さん抜けたのが一番最初ですから。クビになったんでしょ？クビになった。円満解雇。円満解雇です。そんな解雇ないよ。円満解雇ねえよ。そんなないよ、円満な解雇。円満、円満ですよ、円満。そうですよ、だから、あの時に、あげつまさんとかいたんです、まだ。あ、そうそう、石井光が、あげつまさん、中野由依子さん、シャバゾウさん、うん、あとは、あの、前ここに来ていただいたハッピーマックス、ハッピーマックス、何三島さん、三島来たの、あの前この後の番組ゲスト来てて、あ、そうなんだ、セクシーバントさん、そうね、セクシー、懐かしい、なんだっけ、セーフティーバント、セクシ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 ーさん、間違えた、三島のだから元相方がね、作家になって賞取ったじゃん、あ、そう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 、すごい、ミステリー作家ですよね、ミステリー作家、そうそう、あの時期っすよ、オーディション行ってましたもん。何が、何ライブでしたっけ、あ、アッパーズ、アッパーズライブ、そうだよ、そうそうそう、あれ、あれからですもんね、俺だって我が母のライブも出たりしてたから、あ、そうですね、ショービズ、ショービズもあったし、そうだ、そうあんまり出たくなかったですよ、あの多部さんにネタ見せてたけど、あいつは俺のネタわかんねえやつ、いやいやいやネタ見せ来てなかったじゃないですか、やめろじゃないでしょ、やめろ、俺が言うか、そんなこと言ってましたよ、これは言ってましたよ、違う、多部さんいつもね、俺が出ると俺にダメなしが、うん、笑いはいりません、感動させてくださいって感動させてくださいよ。いやいや、笑い、笑いらないっす、受けたいですよ。いやいや、だから受けたいですよ。感動入れてくださいよ。感動入れます。感動どういうことですか？感動受けたいです。私は懐かしい、あの時だっても3人だってて。そうですね。今3人でしたね。感じた。あの時だからあのディズニーランドの曲使ってましたもんね。ディズニーランドのネタね。そう、あれが一番覚えてますよね。あれがすごい、あれだよ。田辺さんがずっと言うやつでしょ。あ、そうそうそう、ずーっと何年経ってもあのネタのこと言うんだそう、うん、あのネタ超えてないなって、いや、超えてるわ、あのネタ超えてないよ、あれが何年経ってんだでもそのか、ずーっと兄貴はそういう田舎もんキャラですよね、あ、変わんないですね、違うのやるんだけどね、はい、単独とか、違うの何やってるんですか、違うのいろいろやってる、今、小話あきら前から言って前もライブでそれ言ったけど、何だろう、小話あきら、小林あきらでしょ、違う、小話あきらなんだよ、小話してうまいこと言った後に歌手やらですって言うのがあるんだうまいこと言ったのにこれがまあ跳ねないよ、跳ねないよじゃない、やっとポップなやつ見つけたポップじゃないですか、小林明さんがポップじゃないですから怒られるぞ、いや、そんな、いや、そうなんですね、そうです、あ、でも小林明が好きなその人がいるんで、ぜひそこパーティー行きましょう、そしたら絶対受けますよ、本当に怒られない、全然怒られない、そこもスナック、スナック経営してると5000円くれよ、5000円安いな、また5000円かよ、5000円でいいなら行きますよ、5000円でいいなら、お前の半分くれたら行く、あ、いいね、行きますか、兄貴、兄貴の推薦する、あ、これ俺がしたやつ、うん、50回転ず、あ、50回転、なんかおしゃれな聞きます、最近ね、ハマってんの、50回転ず、曲とか聞く人なんすか、俺好きだよ、曲好き、だいたい毎日ずっと部屋にはクラシックが流れてる、そうです、大工でしょ、こうやってブランでね、ブランでの小林明とかさ、ユージローとかでしょ、聞くのダメでしょ、なんかおしゃれな曲聞いたら、小林明なんか聞かないよ、聞かない、クラシックとかさ、そういうのばっかり、いや、あたあた、シャンソンとかね、嘘つけよ、田辺さん大好きだね、何の曲かお願いします、あ、お願いします、50回転ずで、なんだっけ、なんて言ってたっけ、ビニールチェンジザワールド、ザワールド、全然お送りしている曲はザ50回転ズビニールチェンジザワールドです。なんか回転とチェンジって聞くと俺とねちょっと想像しました。そうそうね、いやいい曲でしたね。いいんですよ。最近ハマってましたね。ああ50回転ズいいんです。50、あ、確かに僕も聞こうかなね、50回転さん。聞かないでしょ吉田さん。吉田さん歌なんか聞くんですか。聞きますよ。何聞くんですか。俺チューブ。冬なのに。
一年中チューブ聞いてるの。もう千年先でも聞いてますよ、モッチーのことを思い出してね。何なんですか、40オーバーの2人の会話なんてあんま聞きたくないですよ。なんだよ、40でいいかよ、待って。こっちは外で今からやろうとしてるんですか。チャリー、チャリー、はい、吉江さんと2人でするんだよ。すごい顔色が悪い。地獄だろ、お前、これ。なんすか、トークだぜとね、これ夢のビッグ2です、ビッグ2。どうすんだよ。地獄の。ラジオじゃなくたって会話成立したことないんだよ。地獄のラちょっと俺も聞いてたんですけど、あまりにもそうだよ、すごい。あと30分までどっかどっかね。ないじゃん。30分やります。30分一人でやります。また猫さん怒られちゃう。怒られちゃうから頼むよ。また後で LINE 来ますから、また怒られると反省なじゃん、やばい、怖いから。さあさあさあ、これ外やってきてんすから、これ木場ラン、まだあの木場もね、すごい、このすごい、綺麗綺麗、すごいでしょ。ギャザリアのこのなんていうんですかって、この明かり、イルミネーション。お前なんでイルミネーションが出てこねえんだよ。イルミネーションがね、こう光るし、こうイルミネーションバックにね、すごい、今日もやりますよ、チェリーオンタイム、チェリーチャレンジスタート。チェリー、さあ始まりました。シャバトンさん、はい、このラジオはね、オープンスタジオなんでね、この場所があるということを使ってチェリーチャレンジをよくやるんですよ。さあ今日はゲスト、お助けゲスト来てくるシャバトンさんに、私が究極のですね、チェリーチャレンジ、アメージングなチャレンジをここでお届けしたいと思います。結構です。結構ですよね。結構ですよね。お願いします、兄貴。はい、ない、してください。さあ今日はですね、私のパートナーを呼びしたいと思います。パートナーがいるんですか。シマさんです。お客さんじゃねえか。吉江さん、お客さん巻き込むの。吉江さんのファンです。吉江さんファン。シマさん、自己紹介お願いします。シマさん、こんばんは、シマです。あ、シマさん、こんばんは、シマさん。さあ、シマさん、さあ、シマさんがですね、この、私、このシマさんにこのアルミホイルを持ってもらってます。アルミホイル。今日は10メーターのこのアルミホイルですね。今志麻さんがアルミホイルを引っ張ってますね。志麻さんは吉江さんのファンなんですね。そう、吉江さんのファンです。今年も変わった方ですね。いや、失礼だ。さあ、ありがとうございます。それにしましょうか。アルミホイル、何ですか。さあ、このアルミホイル、今伸ばしましたね。このアルミホイルをですね、私、歯で、うわうわうわ、歯でカチ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 レースしてやだ。アルミホイルカチカチでございます。アルミホイル10メートル伸ばした。やだよ。さあこの状態ね、やめてくれよ。やめてくれよ。やだよ。ここね、僕持ってるのきついんで、ちょっと田中さん持ってもらっていいですか。田中さん、名前言って。田中さんって誰ですか。田中さん誰なんですか、一体。あ、このアルミホイルを持ってる。もう一人、あのシャバトンさんのファンの田中さんです。あ、田中さん、田中さん、こんばんは。じゃあ私、これ今このアルミホイル何メーターぐらいありますかね。わかんないよ。5メーターぐらいありますね。5メーター伸ばしてます、アルミホイルね。この5メーターのアルミホイル、私カチカチしながら何秒でいきますよ、シャバトンさん。何秒で、何秒、何秒で歯でカチカチして渡ればいいですか。噛みながら横移動するのか。そう。3、3秒はちょっと無理でしょ。不可能すぎますよ。わかんない、どんなもんかわかんない。5秒でいきましょう。5秒、5秒ね。5メートル、1、2、そう、大人ですからね。じゃあいきます。5秒でこの5メーターのアルミホイルを歯でカチカチしていきます。じゃあ合図お願いします。チェリーゴー。いった、なんか地味だなこれ。4、3、2、1、はい、失敗。なんだそれ、奥歯で噛めよ、奥歯で。あのこれ、あとこれよく切れるアルミホイルですね、これね。なんだよ、なんだこれ。歯が効きづらい。歯が効きづらい。いや、何これ。面白い、面白い。いや、面白い。歯が効きづらい。何だったんだこれ。すごいな、これ。兄貴、これ歯がね、うん、次じゃあ田中さんにやってもらって。いやいや、次はさ、志麻さんに。これね、全部銀歯みたい。全部銀歯が張り付いてる。なんだ銀歯みたい。銀歯みたい。すごいっすね。以上、くだらんね。志麻さんと田中さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあメールやってください、そちらで。メールやって、なんだよ。お、また2人の時間になりましたね。あ、じゃあメールお願いします。よかった、二人の時間なんない。あれ、トークね、いいね。そう、夢のビッグス、ビッグスリーってね。メール来てんすか。メール、はい。じゃあ、もちみいこで。はい、うん、皆様お留守番ご苦労ちゃんです。お、そして、そして
フィリピンの大会前夜で気の張っている猫ちゃんもこの放送を聞いてさらにドキドキ感が増し増しでさぞかし早寝がしたいところでしょう。あ、寝かせないよ。おひっさー、どもども八王子の先生です。お世話になります。いつもありがとう先生。本日のメールテーマ早速いってみよう、うん、はいはい、あなたが今挑戦したいことは何か教えてくださいですが、うん、はい、近くにある高尾山に登ることです。え、ちょっと待って、普段は、普通はあまりに近いと行かない、登らないから登ってみると、ん、も登ってみるとなるんだけど、あまりに近いと行かない、うん、登らないから登ってみるとなるんだけど、おいらは体力的に登れません。まずは基礎体力をつけることと、うん、お酒をほどほどにしないと飽きませんな。あ、飲むからね、先生ね。つまらない親父になり下がったら免許です。え、本日の添付は兄と弟ですということでね、あの写真付きで、あ、ちょ、あのやりますよ。はい、これですね。はい、なんだこれですね。はい、写真が大きくならないですね。あ、来ましたね。はい、何ですか。よいしょ。おー、あーって言っちゃった。カンボジアですね。あー、そういうことね。猫さん、いい笑顔で2人写ってます。猫さんね、ビサールですね。あー、なるほど。はい、カンボジアの先生、先生、先生、ありがとうございます。先生、先生なんですね。八王子の先生ですね。もういつもヘビーリスナーで、そう、もう聞いてくれてね。はい、ありがとうございます。先生、ありがとうございます。先生、ありがとうございます。うん、メール以上。はい、メール以上。兄貴、マジですか。メール3通ぐらい来てる。あの YouTube のチャットが来てます。ああ、チャット、チャット、チャット、これですよ、 YouTube。 はい、あのとっちゃんさんが、今日も猫ひろさんお休みだにゃ、寂しいけどよろしくお願いします。はい、今日のゲストは三平さんとあられちゃんかな。三平です。じゃあ三平とあられちゃんも、じゃあ分かってらっしゃる。分かってる。ありがとうございます。感謝、感激。はい、はい、お、以上ですか。以上ですか。これ、あれ、増田岡田さん。増田岡田さん。増田岡田さん。異臭金属館には電気が流れます。ガルバニー電流と言います。さっきのやつだ。歯、歯かも。ああ、あれ、痛いもんな。お前、ちょっと、どうしたか。切った。ちょっと切ってんじゃん。アルミホイルで口の。あら、真似しちゃい。ちょっと切れね。ちょっと、ちょっと、血が出ないね。あの、最初にこの、チェリーが、この、はい、体張った芸をやりだした時、俺最初の初舞台一緒で俺見てて緊張してて、ケツで CD を割るっていうネタがあって、あのパンツに挟んで割り箸割る人いるでしょ。あれをだから CD 割るって言って、でチェリーがもうバンって割った瞬間、それがケツに刺さって血が出てて、でもそれ本人は気づいてる、緊張しすぎて、で全然お客さん笑わないで引いてて。全然気づいてなくて、すごいですね、それ。そう、あららら、血が出てた。血出てたよ。お前、血出てたぞって、後で気づいた。あれ、 CD 刺さってんだ、だってねえ。それ変わってねえじゃねえか。バティアス、バティアスね。あ、もうなくなっちゃったね。バティアス終わった。なくなっちゃった。よう見てくれてました。めっちゃ緊張してましたね。そう、すっげえ。いや、変わってないよ、もう。今未だにブルブル震えてやってる。チェリーは緊張しない。緊張、そう、緊張しない。緊張が止まんなくてね。あー、そうやってすごい。CD まで。いい感じ。ありました、ありました。いや、兄貴懐かしいな。うんうんうん。あ、なるほど。猫さんからインスタでメッセージが来て、ありがとうございます。どうもどうも。ああ、バイクは6人まで OK です。そうなんですか。カンボジア、カンボジア、うん、だから、カンボジアでオートレースやったら6人乗りでグワーっていきますよ。いや、わかんねえ。わかんねえってわかるし。わかんねえ。あの、危ねえなみたいな時はもうさらっと言うのやめてもらえよ。先輩なんですから。今日お助けゲストですよ。今の俺のおかげで助かったんだから、ね。助かってね。助けてください、助けてください。今日はね、いいね。6人まで OK なんだ。すごいっすね。どうやって6人乗るんだって。で、よくあるよ、あの世界のびっくり、カゴに乗せたり、カゴに乗せてとか肩車したり。そうそうそう、肩車。もっと6人以上乗ってるのありましたよ、東南アジアとか。そっちでやってるの、すごいね。ギネスで、なんかギネスであります、ギネスで。それ挑戦するじゃん、新しいギネス。いや、俺危ないのあんまやりたくないです。タピオカのやつは危ねえだろ。俺あれ笑った、チェリーのタピオカの知ってます？鼻から出すやつね。口から飲んで、お客さんから言われた数を鼻から出す。鼻から飲んででしょ。鼻から飲んで口から飲んで口から出す。そうそう、タピオカの数を出す。あれ面白いんだよな。さすがでしょ。あれ本当怒られたらいいのに。今日たまたまあの鳥の市行って、あの見せ物をやって新宿でやってるんですよ。もう今全然違いますね。
なんでだって今下手なことできないでしょ。店もまだあるの。いやあったんですよ。いやあるんですよ。通りで新宿で。入った見た？見たじゃん。ありました。今日あの蛇女とか。蛇女とかあるじゃあると思うんですか。もうないんですって。蛇食わねえんだ。食わないです蛇をこう。その代わりビール瓶の瓶食ってました。ヘビ女はなくて電球食ったりとかあったけどね。あ、だからそれに近いですか。うわあ、電球食う人いたんすね。いたいた。だからヘビ女が食った気がするんだ。ヘビ女を僕も見たことは10年前ぐらい行った時、でもヘビ女は動物愛護でダメになっちゃった。だってもう見せ物がダメでしょ今ちょっと。まあ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 、でも一応新宿で吉江さんが全然見せ物小屋に行くべき人でしょ。もうでよあのミーミーってミーミーおじさんいますよ。ミーミーあせっかく今ちゃんと着地してください。着地させてくださいよ。だけどあのミー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 あとミーミーおじさんもやりたいですけど、俺のミーミーおじさんあのミーミーって言ってずっとミーミー言ってる。すいません置いといて置いといて。あ、でも僕のうんこちんこの相方うんこちゃん、さっき孫悟空さんは昔見せ物小屋働いてた。あ、そうですよね。九州から虫食いですよね。そう、あの原人バーゴンつって、してなんかその地元何してたの？なんで虫食いもしたんですかね。虫、そうです、虫を食うっていう。それなんか最後になんか九州かなんか地方に行ってて、したらずっと常連の女の子が最後最終日に、まあ、バーゴンっつうんか、バーゴンちゃんお別れだねってこのなんか食べてって死んだ金魚を持ってきて差し入れで。それを食べて、でも最後に。その孫悟空さんコンビニでアイスかなんか食ってる見られちゃった。その信じてた女の子に。でもそしたらその女の子が知ってたよって言ったの。バレてた、最初からバレてた。知ってたやじゃないよ。でこっちが逆に、そうそう逆にそりゃそうだよ。何の話だよ。今日のはお豆ちゃんっていうね、お豆ちゃんっていう女の人がやってましたよ。お豆ちゃんビールの瓶食ったりとか、あと火吹くんですよ。ろうそくの、あ、ろうですよね、ろうそくのね、50本のろうそく火つけて、ろうをこう飲むっすよ。うわーっつって、さっきのおかゆたばじゃん。渡辺ロード、渡辺ロード、おかゆさんみたいな感じ。つって、800円ですよ、入場料800円。よかったです、見に行って。勉強になりました。あれ800円すんだ。800円です。大人800円ね。花園神社？花園神社やってます。出るんだ、そこに。あれ、今日鳥の市、最後。今日最後でした。最後だ。行ってよかったですよね。止めちゃう。高いとこもありましたね。高いとこあったね。何高いとこって何が？その値段が。あ、その見せ物小屋ですか？いや、見せ物小屋、あ、出店がだって。そうそう、出店とか。高くなってましたよ。花園神社だってなんか、普通になんか、その辺の店が出してるやつがあるでしょ。あ、そうそうそう。あれ高いとこ。そら、いっぱいありましたよ。お面なんてめっちゃ高かった。え、そうなの？お面をお土産買っていこうかなと思います。お面って大体いくらです、相場。僕らの時代で800円ぐらい、600円だし。あ、でもそんなもんだ。お面なんか高かったイメージありますよ。でもお面一番高いお面で、こういう狐のこの目だけのやつ、あれ2000円でした。たっけ。びっくりしました。目だけなのに。目だけ、目ってこういうやつが3000円だったんですよ。そう、3000円ですよ。普通に3000円、普通に3000円出せます、お面で。お土産で普通のやつが子供が買う。そうそうそう、買えねえじゃん子供。3000円、キティちゃんとか。それも3000円ぐらいする。はい、たっけ。新宿価格だなっつって今日木村君と書いて。あの新宿価格なんですかね。他の地方じゃ安いのかね。もっと田舎の方が安いと思いますよ。そんなあそこだから高いんだ。そうそうそう、めちゃくちゃ食べ物も高いもんね。あ、高いね。あそこ飲むと結構な金になるよ。まあ雰囲気はいいけど結局飲んじゃったら高いですもんね。あそこ高いっすわ。あのあるじゃん、なんか飲めるとこ。あ、そうそうそうね。まあ初詣とかもそういうね。でもあれも買ったところじゃないとね、飲めないから。そうそうそう。ああ、そうか。じゃあうちの事務所6000の安いじゃん、全然。高いよ。いや、いや、セントライブね。リアライブ安いよ。プロライブ。プロライブ安い。高いよ。お面3000円でしょ ?800 円でいいだろ。お面3000円。お面3000円で予選さん出てきたらちょっと。6000円ってすごいですね。俺歌うんですよ。ワンドリンクもついてないんですか。ワンドリンク別料金でちゃんと。褒めろよ、別料金でですか。ちゃんと飲めますよ、美味しくいただきました。でもお客さん入るんですか。はい、まあ、いっぱいうまいんで、まあ、いろんな、まあ、映像、いろんなね、催しもある。6000の価値ありよ。反社の方いっぱい。いや、そうですね。せやめてよ、おい。じゃあ、6000じゃね。付き合いでしょ、だって。じゃあ、6000。付き合いに来られるいろんなチケットがね、チケットですからね。はい。ということで、山田さんをもうちょっと待って、告知もあるんですけど、ちょっとゲスト、来週のゲストの紹介で。ああ、そうそうそう、最後に山田さんは。そうですね、お願いします。はい、来週のゲストはバンドのザ・シアターズさんをお迎えします。楽しみに。久しぶりですね、シアターズさんね。バンドの人が来たりするんだね。いや、うちはもうだってアーティスティックなラジオですから。その枠でね。違う。そんな農協の T シャツみたいな着て、そのバンドが。シャバタン。ああ、くださいよこの T シャツ。これいいな。これは売り切れてるんですか。これもう作ってない。最初に作ったやつ。
アーティストぶってさ、Tシャツ、これもあ T シャツ、これは可愛いですよね。でも可愛い可愛い、農協農協ね。他になんかどういう T シャツのデザイン？あとシャバラって書いてあるやつもある。シャバラ、あと小林明 T シャツもある。それが一番でいい。それ本当に本当に売れなかったですね。え、まだ在庫あるんですか？いやもうね、それ結局そんなこと言って、うん、他のライブ見て来てない人たちから、うん、欲しいっていうので。ああ、なるほど。ああ。じゃあ、今回のライブのやつもなんか考えてた？ T シャツ。もうまだ作ってないけどね。考えて、いつもなんか T シャツ作ろうとしてる。そんなライブがあるっていう。12月8日ね。12月8日。12月8日、はい。ゴールデン街チェリーのチェリーのホームグラウンド。おお。ゴールデン街劇場で。わあ、本舗のね。僕のホームグラウンドです。ゴールデン街劇場。はい。ラジック。単独ライブありましたね、前。うん。単独ライブあります。じゃあ8日。15時から。12時まで入場料いくらですか？うちは安い。いくらですか？2000円。ああ、良心的。そう。で、しかも一部二部があって、二部はね、はい、いろんな他の芸人たちとアフタートークライブみたいなやって、アフターライブネタのやっとって、それと投資券で3000ですから、二部と一部合わせて。半額、半額。え、我々の癖って分もありますから。え、投資券ってことは、うんうん、一部が何時から何時までか？15時から、だいたい2時間。お2時間1人なんすか？1人。え、すごい。ピン芸人だもん。あ、ペン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 芸人。ペン芸人だ、ペン芸人。ペン芸人だ。そうだよ、俺はペン芸人。ペン芸人は2時間やれるってすごいですよ。ペン、ペン、ペン、ペンですからね。ペン、すげえな、ペン、ペン芸人で2時間やるってさ。2時間のうち1時間半は、熟睡ね。熟睡でじゃない。なんで寝てんすか？あ、オートレスしたりとかしてるんですか？すげえな、でも2時間。で、そのアフターライブが、いろいろそのいつも手伝ってくれてる芸人とか、はい、うん、おー、呼んでください。妖怪、妖怪カテゴリーもね、入れてくださいよね。妖怪カテゴリー、妖怪カテゴリー、そのいろいろあるじゃないですか。わかんない、言ってること。ゲー、ゲー、ゲーじゃないカテゴリー。あ、ゲーじゃないカテゴリー。妖怪ゲーじゃないとか言うな。びっくりゲーみたいな。びっくりゲーだよ、お前。あー、いやいや、先行っちゃったですよ。仲間ね。はい、はい、はい、じゃあですね、来週のですね、メールテーマをよろしくお願いします。はい、はい、来週のメールテーマです、はい、うん、富士急ハイランドの人気アトラクション絶望要塞3が話題になっています。与えられたミッションを制限時間内にクリアしていくアトラクションで、去年7月にリニューアルされておよそ60万人が挑戦され、攻略された人はいまだに一人もいません。ということで来週のメールテーマです、嵐を呼ぶ男ね。いいね。あなたがこれは本当に難しいなと思うことは何か教えてください。あなたがこれは本当に難しいなと思うことは何か教えてください。よろしくお願いします。笑いだね。笑い難しいですね。笑わせることだな。いやー、いやいや、一応まあ簡単になってきました。お、何それ。どうじゃないよ。見たことないけどね。見たことない。だどうでしたか、佐藤さん。あ、どう、60分一本勝負ラジオやりやすかったでしょ、今日は。ずっとやりづらかった。今日はもう盛り上がったでしょ。本当に長くやらせて。こんな笑顔のシャバードさん見たことないですね。今日はね、スマイル、こんなスマイル、こんなになかなかない。あそこにカメラがあるって言われたからね、最初。カメラがあるネットでって、喋るだけじゃないって言われたからさ。ちゃんとそこ考えて。考えて。衣装着てくださいよね、衣装着てね。聞いたじゃん、俺。だから衣装どうすんのって言ったら、お前別にいいって言ったじゃん。任せますと言ったの。任せますと言ったんですよ。ありがとうございました。また呼んでくださいよ。あ、で、あの、お願いします、本当に。また誰かいないとき呼んでください。もうだって吉井さん今日で最後でしょ。いや、ノー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 、バイバイ、普通にバイバイやろ。ちょ、木村さんマジバイバイしてる。また猫さんいるときも呼んでくださいよ。猫さんいるときですね。そう、わかりました。でも、いないとき呼ぶ確率が多いと思います。いや、もう、じゃあ猫さん、もう帰ってきてもらうのやめよう。ぜひ遊びに来てください、また。はいはい、ゲストはシャバゾーさんでした。ありがとうございました。単独頑張ってください。以上、チェリーでしたけど。よしですね、音。イェーイ。なんだよ、キツネ音って言うから。ないんだよ、それ。他に誰もいないだろ。シャバゾーさんじゃないんだよ。はい、ゲスト、シャバゾーさん、ありがとうございました。シャバゾーさん、単独頑張ってください。寒い中ね。田中さん。寒い中、ありがとうございます。あと、シュート、清水さん、頑張ってください。